この間、博物館で土偶を見たのよ。土偶って、なんだか不思議な魅力があるわね。歴史を感じられて楽しかったわ。不思議なオーラのようなものを感じるよな。ええ、また見に行こうと思ってるの。だったら、土偶が何なのかについて、もっと知っておいた方がいいかもな。そうしたら、博物館をもっと楽しめるはずだぜ。土偶って、縄文時代の芸術品じゃないの？そんなに深めるような知識があるかしら？いやいや、土偶はちゃんと用途や目的があって作られたもので、歴史があるんだぞ。あの独特な形状にも、ちゃんと意味があるんだ。え、そうなの？詳しく知りたいわ。わかったぜ。ということで今回は、土偶の正体について詳しく解説していこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。そもそも、土偶とは一体どのようなものなのかについて解説しよう。土偶というのは、縄文時代に作られていた土星の人形のことだ。ちなみに、土偶はほとんどすべて女性像であると言われているぞ。体つきがふっくらしていたり、ところどころに女性の特徴が表されているわよね。そうだな。そんな土偶のもう一つの特徴は、一部が欠けているということだ。稀に、欠けていない土偶もあるようだが、ほとんどの土偶が、一部分が欠けている状態で発見されているんだ。古いものだから、欠けちゃったのかしら？それが、土偶が欠けているのは、意図的なものではないかとされているんだぜ。どうしてそんなことをしたの？祈りを捧げる際に、使用者が土偶の一部を欠いたのではないかとされているんだ。詳しくは後で解説するぜ。わかったわ。それでは次に、土偶と埴輪の違いについて解説しよう。土偶と埴輪って、形はよく似ているわね。そうだな。そんな土偶と埴輪の違いは、作られた時代と、作られた目的にある。土偶は、縄文時代に作られたものだったわね。じゃあ、埴輪は？埴輪は、古墳時代に作られたものだとされている。素焼きの土器で、人、家、動物、刀など、様々な形をしているんだ。人型、それも女性の形がほとんどだった土偶とは違って、いろいろな形があったのね。そうなんだ。続いて、作られた目的だが、埴輪は、主に古墳の周りに並べるために、作られていた。古墳ってなんだっけ？王や豪族など、当時強い力を持っていた人たちのお墓のことだな。古墳に葬られた人たちが、死後も不自由をしないように、という願いを込めて、古墳の周りには埴輪が並べられていたんだ。今でいうお供え物みたいな感じだったのかしら。じゃあ、土偶は何のために作られたの？土偶は、祈りを捧げるために作られたんだ。魔除けや豊作、子孫繁栄などを願った祭事の時に、土偶が使われたんだぜ。へえ、祭事で使われていたのね。先ほど、手足など土偶の一部が欠けているのは鯉だった可能性が高いと説明したよな。これは、その祭事などで行われる儀式で、切断されたためだと考えられているんだ。だけど、どうしてそんなことをする必要があったのかしら？形が綺麗な方が、縁起は良いような気がするけど、病気や怪我を治すための身代わりとしていた、という説が濃厚なようだ。例えば、足を怪我した時には、土偶の足を切断。腕を怪我した時には、土偶の腕を切断。最悪を代わりに土偶に受けてもらうことで、早く治りますようにと願掛けをしたんだな。へえ、そういうことだったのね。また、土偶の切断面には、アスファルトが付着しているものが多い。アスファルトは当時、接着剤の役割を果たしていた。そのため、切断した部分を修理して、繰り返し使用していたんじゃないか、とも、言われているぞ。何度も身代わりになる土偶。ちょっとかわいそうかも。今は、身代わりを用意しなくても、怪我も病気も医者が治してくれる。しかし、縄文時代はそうではなかった。怪我や病気は、悪霊によるものだと考えられていたんだ。理由がわからないから、霊的なもののせいじゃないかって考えたわけね。そういうことだな。そんな悪霊を、土偶に移して壊すことで、悪霊を撃退しようとしていたんだ。ふむふむ。土偶が欠損している理由はよくわかったわ。じゃあ、女性の形をかたどったものが多いのはどうしてなの？それは、安産や子孫繁栄のための多産の祈りのためだったと言われている。土偶が使われるのは、身代わりのためだけではなかったからな。なるほど、子孫繁栄の祈りを込めていたのね。また、再生への祈りを込めるため、女性の形の土偶を作っていたとも、考えられている。再生への祈り？どういうこと？縄文時代の死生観は、円環する命という考え方が主だった。神羅万象は、山や海から生まれ、役目を終えるとふるさとの土や海に帰り、時が満ちればまた新しい命となってこの世に帰ってくる、という考え方だ。仏教に近い考え方ね。そうだな。日本人の思想には、昔から、仏教的な考え方があったと言えるだろう。その死生観に即して、命を生む女性を、再生の象徴として捉え、土偶の形を女性にしたということだな。なるほど、そういうことだったのね。
また、縄文時代には、出産が原因で亡くなる女性がとても多かったため、そのような女性を弔う儀式のためにも、女性の形の土偶が使われていたのではないか、という説もあるぞ。今でも、出産で命を落としてしまう人もいるけど、医療技術が発達していなかった縄文時代は、そのリスクが、現代の比じゃなかったんでしょうね。ああ、出産は文字通り、命がけの行為だったわけだ。この説では、土偶の見た目に奇妙なものが多いのも、出産の日に特別な化粧や入れ墨を、施すことと関係しているからだとされている。土偶の独特な模様は、出産の日に女性が施す化粧や入れ墨を表していたってこと？そういうことだな。現代で、化粧や入れ墨は、おしゃれでする人がほとんどだと思うが、縄文時代には、呪術的な意味合いが強かったんだ。縄文人は、新しい命が無事に生まれてきて、母子ともに健康にあるようにという祈りを、化粧や入れ墨に込めていたのかもしれないな。それでも亡くなってしまった人のために、土偶を使って鎮魂をしていたのね。そうなんだぜ。このように、土偶の用途については、様々な意見があり、その正体についても、多くの考古学者が様々な説を提唱しているわけだが、そのほとんどに共通しているのは、土偶は女性がモチーフであるということだ。胸部が強調されているせいか、そういう風に見えるものね。しかし、そんな世間一般的な認識を、ガラリと覆す新説が、2年ほど前に、人類学者の竹倉文俊によって提唱されたんだ。どんな新説なの？それは、土偶の正体は、縄文人の姿をかたどったものでも、女性をかたどったものでもなく、植物の姿をかたどったものである、という説だ。植物？手足がついた植物なんて、見たことないわよ。そうだな。しかし、土偶は、植物の人体化という事象により作られたものであると、竹倉氏は語っている。これは土偶に限らず、古代に制作された造形物を理解する上で、重要な概念となるようだ。いまいちピンとこないわ。つまり、文字が存在しなかった縄文時代において、一つの言語として、人体化された植物が存在したということだ。だけど、土偶が祭事に使われていたのは、ほぼ間違いないんでしょう？植物に祈りを捧げるって、よくわからないわ。人間の形の方が、しっくりこない？霊夢の考えもよくわかる。しかし、植物の栽培には、植物の精霊を祀る呪術的な儀礼が存在していることが多い。日本だけでなく、古今東西、様々な国においてだ。土偶も、豊作記念として使われることがあったのよね？そうだな。植物を栽培するという文化が生まれてから、人々は食事の多くを、植物に頼ってきた。しかし、適当に植えていたのでは、植物はうまく育ってくれない。植物によって、合う土地と合わない土地があるものね。そうだな。しかし縄文時代には、そのような土の良し悪し、向き不向きなどを、正確に判断する手段はなかった。そこで人々は、呪術に頼ったわけだ。それで、植物をかたどった土偶が用いられたってこと？そういうことだ。竹倉氏はその根拠として、動物霊の祭祀を行った痕跡は多くあるのに、植物霊の祭祀が行われた痕跡がないことを挙げている。これは明らかにおかしいことだ。植物は、人の生活を支える重要なものだからな。動物があって植物がないのは、確かにおかしいわね。そこで考えられたのが、実は土偶が植物霊を祀るものだったという説なんだ。実はとっくに見つかっていたけれど、気づいていなかっただけ。ということだな。なるほど。最初は突飛な説だと思ったけれど、一説としては、ありえるんじゃないかしら？現在でも土偶については様々な説が生まれていて、実際のところは未だ不明だが、実に面白い説だと思うぜ。既成概念にとらわれず、様々な視点で物事を見るのが大切だな。常識にとらわれていたら、真実は見えてこないわ。そうかもしれないな。さて、ここからはそんな土偶が誕生してから、新しい時代へと繋がっていくまでの流れを、解説していこう。土偶はどうやって広まっていったのかしら。気になるわ。土偶の誕生は、縄文早々期後半。年数で言うと、今からおよそ1万3000年前にまで遡る。途方もない年数すぎて、想像がつかないわ。縄文時代の幕開けからおよそ200年が経った頃で、この頃から人類は、定住生活をするようになっていたぜ。縄文時代の初期までは、人は移動生活をしていたの？実はそうなんだ。氷河期は非常に寒く、木の実などがあまり取れなかったため、食べ物がある場所まで移動を続けなければならなかった。しかし、縄文時代になり気温が上がり、食べられる木の実が増えたために、移動をする必要がなくなったんだ。へぇ、あとは、土器ができたことも大きいな。土器ができたことで、肉や木の実を煮込むことができるようになり、これまで食べられなかった肉の硬い部分や、硬い木の実を食べられるようになった。これにより、食料の持ちも良くなったんだ。
それまでは、一つの場所に定住する人はいなかったの？そうだな。一定期間同じ場所に住んだとしても、季節ごとに移動したりしている人が大多数で、一生同じ場所に住むということは、まずなかったんだ。そうだったのね。こうして、定住するようになってから、人々は家を作り、その家々が集まり、集落となった。土偶が作られ始めたのは、人々が定住するようになってからだ。この頃の土偶として見つかっているのは、滋賀県の間に熊原遺跡と、三重県のかゆみいじり遺跡の二つだぜ。あら、二つだけなのね。ああ、この二つの遺跡は、当時にしては、かなりの規模の集落だったんだ。集落を守る女神のような存在として、土偶が存在していたと考えられているぞ。ちなみに、この頃の土偶はかなりシンプルなデザインで、凝った装飾などは施されていなかった。これから作られることになる多くの土偶の基本となった形と言えるだろう。土偶文化の始まりね。やがて、縄文時代の早期になり、全国的に定住が本格化してくると、土偶も九州から北海道まで、全国の広い範囲で作られるようになったんだ。土偶が日本中に広まったのね。ああ、土偶の見た目は早々期のものとほぼ同じで、しかも、全国的に似たようなデザインだった。え、全国的に？インターネットも存在しない縄文時代に、みんなが同じような土偶を、作っていたってこと？すごく不思議だよな。気になるところだが、実はまだはっきりとその理由はわかっていないんだ。気になる。霊夢が自ら解き明かしてみたらどうだ？私にできるかしら？無理だろうな。ちょっと、じゃあなんで言ったのよ。それはさておき、土偶の歴史の話に戻ろうか。縄文時代の前期になると、急激に日本列島の気温が上がり、暖かくなった。これは、太陽と地球の天文学的な位置関係によって、日本列島にもたらされる柿の日射量が、急激に増えたためだと言われているぞ。へえ、そんなことがあったのね。ああ、これにより氷床が急激に溶け、海面は上昇。縄文時代の海面は、現在より3メートルほど高かったとされている。今より、縄文時代の方が海面が高かったの？驚きだよな。これを縄文海進と言って、この時期に、自然豊かな日本列島の風景は、育まれていったわけだ。こうして気候が温暖になり、安定してくると、爆発的に人口も増えていった。人口が増えると、東日本を中心に、土偶の数も増えていったんだ。どうして、東日本が土偶作りの中心だったの？土偶作りの中心だったというより、大きな集落が数多く存在していたため、必然的に人口も増え、土偶を作る人も多かったというわけなんだ。あら、そういうことだったのね。縄文時代の前期の後半になってくると、土偶作りにもちょっとした革命が起こり、頭部や胸部、脚部などの表現がなされるようになった。草創期の抽象的な形から、表現の幅が広がってきたんだ。この頃はまだ、土偶に顔はなかったの？ああ、顔の表現はまだ存在していなかったぞ。縄文時代の遺物には、性を象徴したものが多く、顔よりも体が重視されたものがほとんどだった。土偶も、その流れを汲んでいたと言えるだろうな。だけど、現存している土偶には、顔があるものも多いわよね。そうだな。土偶に初めて顔が現れたのは、縄文時代中期のこと。この頃は、縄文時代が最も創造性と生命力に満ちていたとされている。そのため、文化の面でも様々な革命が起き、土偶もその例に漏れなかった。顔が表現されたり、土偶の中を空洞にしてみたり、大きなサイズにしてみたり、と、表現の幅も技術も、大幅に向上したんだ。この頃から、土偶にも、地域による特色の差が出始めるぞ。へぇ、どんな差があったの？北海道から東北地方では、早期の伝統を受け継いだ板状の土偶が流行したんだ。それに対し、関東から中部にかけては、国宝である縄文のヴィーナスに代表されているような、腹部がふくよかで、臀部が大きい土偶が多く作られていたぞ。縄文のヴィーナスが作られたのは、縄文時代中期のことだったのね。そういうことだぜ。こうして大いに流行った土偶だが、中期の終わりになると、東北地方の南部を除いて、いきなり全く作られなくなってしまうんだ。え？なんで？それが、未だに謎なんだ。縄文時代の後期になって、土偶はやっと再び日本で作られるようになるんだが、この頃流行ったのは、仮面をかぶっていたり、目が大きかったり、輪郭が変だったりする、奇妙な形の土偶だ。それはこれまで作られてきた土偶のスタイルと、全く異なるものだった。いやいや、本当に何があったの？謎だよな。ちなみに、動物型の土偶が誕生したのも、この頃だぞ。もう、人間の形ですらなくなってる。しかし、日本で最も有名な土偶である社交型土偶は、後期に作られた、奇妙な形の土偶が変化して、作られたものだとされているんだ。言われてみれば、社交型土偶もこれまでのものとは違う形をしているわね。
社交型土偶が作られたのは、縄文時代晩期のこと。この社交型土偶が、土偶文化における最後のムーブメントとなったんだ。最後？ああ。この後、水田稲作が伝わり、時代が弥生時代へと変わっていくと、土偶もどんどん作られなくなっていったんだ。縄文時代が終わった後も、土偶は一応作られていたんだが、その数は圧倒的に減少し、祭祀で使われることも少なくなっていったんだ。こうして、土偶の文化は一度、途絶えた。それから、土偶によく似た埴輪が作られることになるが、それは何百年も後の話だ。あんなに流行ったのに、なんだかあっけなく終わっちゃったのね。流行とはそういうものだ。しかし、何もかもなくなったわけではない。どういうこと？こうして現代まで残り、未だに土偶の正体や用途、歴史を知ろうとする人が、大勢いたり、博物館などで保管され、見る人の心を動かす芸術として、存在し続けているんだ。それは、土偶という文化が、現代まで残っていると言えるんじゃないだろうか？確かに。途絶えてしまったけれど、完全になくなったわけではないのよね。そういうことだ。土偶は、縄文時代の日本人の思想や美的感覚を知る、重要な資料だ。ぜひ、未来まで残していきたいよな。これからまた、土偶の新しい歴史が解明されるかもしれないしね。もっと深い歴史が知れる日が楽しみだわ。そうだな。さて、というわけで今回はここまでだ。土偶は歴史の教科書にも必ず載っているから、知っている人も多いと思うけれど、ここまで詳しい情報を知っている人はなかなかいなかったんじゃないかしら？この動画が、視聴者のみんなの、日本の歴史を知るきっかけになれば幸いだぜ。土偶は国内の博物館などに展示されているから、気になった人はぜひ実物を見てみてね。この動画が気に入った人は、チャンネル登録・高評価もよろしくな。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。